皆さんこんこにちはただいまご紹介にあずかりました文部科学省障害学習政策局情報教育課長の磯でございます。本日は、あの、財団法人パナソニック教育財団被災の実践研究助成平成28年度成果報告会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。はじめに、公益財団法人パナソニック教育財団におかれましては、設立以来、 累計で約2,900件に上る研究助成等を通じまして教育の情報化の発展・普及に多大なご尽力を頂い,いていることに対しましてまず深く敬意を表します今回の報告会では特別研究指定校の皆様より ICT を活用した思考力判断力表現力の育成や子どもたちが主体となる次世代の学びなどの取り組みの成果について ご報告いただくと伺っております本成果報告会を通じまして ICT を効果的に活用して教育上の課題の改善に取り組む実践事例に触れられることをとても楽しみにしております文部科学省におきましても政府の日本最高戦略2016や第2期教育振興基本計画等に基づきまして教育の情報化を積極的に推進するため ICT 環境の強化 教育用コンテンツの開発、教員の ICT 活用、情報教育指導力の向上等の観点から、さまざまな取り組みを実施しております。昨日、中教審教育課程企画特別部会において示された、次期学習指導要領に向けたこれまでの審議のまとめ、草案におきましても、情報活用能力など ICT について随所に言及されているところでございます。また、本年7月29日には、 文部科学省に設置した2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会最終まとめを踏まえまして教育の情報化に対応するための今後の対応方策を示した教育の情報化加速化プランを文部科学省として策定し公表いたしました今後本プランを確実に実行していくとともに本プランを実現させるためには教育委員会、学校関係者、地域の皆様の理解が 不可欠であることから制度改正あるいは予算の充実を図りつつ本プランの積極的な周知に努めてまいりたいと思います女性校の皆様におかれましては本日ご報告いただく各校の成果をそれぞれの学校においても共有していただくとと,ともに児校の取り組みの中に文部科学省の事業の成果も活用していただければ幸いでございます結びに本事業主催されます 公益財団法人パナソニック教育財団をはじめ本日ご参加の関係閣議のご努力に敬意を表しますとともに皆様のご活躍とご発展を祈念いたしまして私のご挨拶とさせていただきます。